SSG ランダースは大韓民国のクボリーグに所属するプロ野球チームである。チーム名の SSG は2021年からチームを保有する新世界グループの英語略称に由来している。ホームタウンはインチョン広域市で本拠地は文革野球場。英語で上陸するを意味するランドから派生したランダースをチーム名に用いているのは インチョン国際空港やニ川港を擁するなど、インチョン広域市が韓国屈指の国際都市であることによる。チームのエンブレムは、英語におけるランダーの本来の用法である宇宙船の一種をかたどったものである。インチョン国際空港でも知られるソウル特別市の西側に位置するインチョン広域市に本拠を置く。韓国有数の企業グループ、SK グループ参加であり、 2000年、アジア通貨危機で、経営危機に陥った繊維メーカーのサンバンウルが、参加のプロ野球球団である、サンバンウルレーダースを解散した後、SK グループがその選手たちを受け入れ、新球団として誕生した。チーム名の、ワイバーンズは、空想上の竜の怪物、ワイバーンから。2021年、新世界グループに売却され、SSG ランダースに解消される。 スタジアムは、球団創設から2001年までの2年間、中区の新川公設運動場野球場球場を使用した後、2002年より、同市渡る数骨区に新規会場をした文閣、野球場に移転。2013年11月以降、インチョン広域市に代わり SKY バーンズ自身が、民間委託運営者として、球場運営にあたり、球団事務所も、同球場内にあった。 練習施設と2軍の専用球場は、同志高架軍吉祥面にある。2000年に、韓国野球委員会と SK グループが3番ウル、レーダースに代わる、新球団の創設に合意。本拠地は、プロチームとしてのビジネスのできる、人口基盤を求めて、3番ウルのホームである、全羅北道全州市ではなく、およそ100万以上の人口を抱えて、 周辺都市まで合わせると営業可能な人口基盤がおよそ200万に及ぶと考えられると同時に親会社とつながりのある首都圏の軽軌道水原市を希望。しかし、現代ユニコーンズが以前から希望していたソウルへの移転を前提として暫定的に水原市に本拠地を移動させることになり空席となった新川を本拠地として受け入れることになった。なお、 この時、現代ユニコーンズは、SK 側が新川を本拠地として受け入れるか否かとは、関係なく、ソウル移転計画を強行推進にした。その後、新川を捨てた現代ユニコーンズは、暫定本拠地、水原での人気を得られず、現代グループの分裂などによる、経営危機に陥り3度の売却交渉に失敗。その後、2008年から投資会社がスポンサーを募集し、 経営する新球団、ウリヒーローズが発足して、解散となった。初年度の2000年は再開だった。2002年、サッカーワールドカップ誘致に伴うインチョン・イコイキシの、新総合運動場建設計画によって、メインスタジアムの隣に需要辞任3万人規模の、文革野球場が完成。これに伴って、新川都心部の登園球場から、同球場に、 本拠地を移転。2003年、総本原監督が就任し4位で、ポーストシーズン初進出を果たす。準プレイオフから勝ち上がって、球団史上初の韓国シリーズ進出を果たすも、現代ユニコーンズの前に、7戦までもつれ込む接戦を演じながら敗れた。2004年に LG ツインズから、元中日ドラゴンズのリナオくんが移籍するが、 不審に陥りシーズン途中で電撃引退を発表し、この年は5位でポストシーズンに進出できなかった。2005年は優勝争いを続け、終盤2位をキープしていたが、最終戦でトサンベアーズに追い越され3位に転落、ハンファイーグルスとの準プレイオフに敗れた。2006年は6位でポストシーズンには進出できず、総文献監督が退任した。 2007年から千葉ロッテマリーンズで1、2軍巡回コーチを務めた、金星ネが監督に就任し、シカゴホワイトソックスでコーチを歴任した、リー・チマン氏を、ヘッドコーチとして迎えた。同年度、レギュラーシーズン1位で、韓国シリーズに直行。プレイオフ勝者のトサンベアーズを4勝2敗で下して、悲願の初優勝を決めた。 この時点で存在した韓国野球委員会所属の全球団が優勝を経験することになったが、2008年現代、ユニコーンズの解散、ヒーローズの創設で、また優勝未経験の球団が出てきた。韓国チャンピオンとして出場した、同年のアジアシリーズでは、予選リーグで中日ドラゴンズを破り、初めて日本球団に勝利した球団になった。しかし、 予選は3戦全勝で、決勝戦に進んだものの、決勝で中日に敗れ、アジア王者とはならなかった。2008年は2007年以上の独走体制で、球団史上初の2年連続のレギュラーシーズン優勝、韓国シリーズ優勝を達成した。韓国チャンピオンとして2年連続で出場した、アジアシリーズでは、予選リーグで埼玉西部ライオンズを破ったが、 台湾代表の統一セブンイレブンライオンズに大差で敗れて、失点率で3位となり、決勝進出はならなかった。2009年、戦力的に円熟期にあり、優勝の大本命として注目された。しかし、シーズン中盤に調子を落とし、キアタイガースの予想外の快進撃もあって、終盤は、韓国プロ野球新記録となる19連勝で、猛追したが、 レギュラーシーズン3連覇はならず2位で終えた。ポストシーズンは、プレイオフから出場し、トサンベアーズに勝ち3年連続で、韓国シリーズに進出した。3年連続の韓国シリーズ進出は1986の1989年のヘテタイガース、2004から2006年のサムスン・ライオンズに次いで3球団目で、キア・タイガースの前に3勝4敗で敗退した。 2010年は、レギュラーシーズンでは4月から5月にかけての16連勝もあって、首位を守り続き2年ぶりに優勝し、4年連続で出場した韓国シリーズでは、サムスン・ライオンズと対戦し、球団史上初となる無傷の4連勝で2年ぶり3度目の優勝を飾った。2010年11月4.5日に、台湾。 台中インターコンチネンタルスタジアムで行われた韓国台湾クラブチャンピオンシップでは台湾の兄弟エレファンツと対戦し一勝一敗となった11月13日に日本の東京ドームで行われる日韓クラブチャンピオンシップでは日本の千葉ロッテマリーンズと対戦し0から3で完封負け2011年8月18日に 金正婚監督が解任され、二軍監督だった、リーチマン主が、監督代行に就任。同年のレギュラーシーズンは3位となり、準プレイオフでキアを3勝1敗、プレイオフでロッテを3勝2敗で破り、プロ野球史上初となる5年連続韓国シリーズ進出を、達成したが、サムスンに1勝4敗で敗れた。シーズン終了後、リーチマン主が正式に監督に就任した。 2012年は、レギュラーシーズン2位で、ポストシーズンは、プレイオフで、ロッテジャイアンツに勝利し、自チームの記録を更新する6年連続韓国シリーズ出場を、決めた。3年連続で対戦した、サムスン・ライオンズに2勝4敗で敗れ、2年連続、準優勝となった。2013年は6位で、7年ぶりにポストシーズンに、 進出できず韓国シリーズ連続出場記録も途絶えた。2014年は5位で2年連続ポストシーズンに進出できずリーチマン主監督も退任した。2015年より金曜広志監督が指揮を取った。同年よりプロ野球が19段制となり上位5位までポストシーズンへ進出できるようになった。 レギュラーシーズン5位で3年ぶりにポストシーズンへ進出し、ワイルドカード決定戦から出場したが、ネクセンヒーローズに敗れた。2016年は6位で2年、連続ポストシーズン進出とはならなかった。金曜、広志監督は退任し、球団史上初となる外国人監督のトレイ・ヒルマンが監督に就任した。2017年は、 レギュラーシーズン5位で2年ぶりにワイルドカード決定戦に進出したが NC 大ノスに敗れた2018年はレギュラーシーズン2位でネクセンとのプレイオフトサンとの韓国シリーズで勝利し8年ぶり4度目の優勝となったヒルマン監督が退任しレン・ケイが監督に就任した2019年はレギュラーシーズンを終えトサンと同じ勝率で並ぶが 直接対決で負け越していたために言い扱いとなり、ポストシーズンはプレイオフから出場すると、キウムヒーローズに敗れた。2020年は成績が低迷し、6月25日の試合中、連携監督が突然失神し、緊急搬送された。連携の治療の間、僕警官が監督代行を務め、連携監督は9月1日より復帰するも、 健康状態が思わしくないため、9月8日より、同年シーズンの残り試合は、僕警官が、再び監督代行を務め、球団史上最低の9位で4年ぶりに、ポストシーズン進出に失敗した。10月30日、連警監督が、辞任、11月6日、金窓加工が監督に就任した。 2021年1月26日に SK グループが新世界グループに球団を売却することを発表。3月5日付でクボが売却を正式に承認したことに伴ってチーム名を SSG ランダースに解消した。SKY バーンズという名称やロゴの使用も同日で終了したため6日以降の練習試合ではエンちゃんの 胸マークをつけたユニフォームを暫定的に着用していた。3月12日に新チームのロゴとエンブレム及び、新しいチーム略称を発表。3月30日に韓国、ソウルのウェスティン朝鮮ホテルで、はじめ談式を開催し、ユニフォームとマスコットキャラクター、ランリを発表した。同年は6位で2年連続ポストシーズン進出に失敗した。

h-i-n-s-e-g-a-e-g-r-o-u-p-i-n-s-i-d-e、e e. com スラッシュ55324スラッシュありがとうございます